今日のコメント、はるかつさん TikTok ライブありますか？ TikTok ライブは前はやっていましたが、今後やる気は今のところないですね。でも YouTube ライブとツイキャス配信はやっていいので、ぜひ見に来てください。どうもはるかつです。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ盛り上がってきましたね。そこで今回は17話の感想と今後の考察ポイントについて話していきたいと思います。手は関係ないけど、みんなって休みの日夜更かしとかしたりする？夜中ってちょっとお化けとか出そうだし怖いよね。ちなみに僕は夜更かしすぎていつも朝になってます。はるかくん、いつも昼夜逆転してるよね。というわけでございます、最後まで聞いててください。ついにはるかつ初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので、概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ買って使ってみてね。17話の感想と今後の考察ポイント。昨日のアニポケは第17話ということで、カイレンとホゲータの秘密の大特訓が放送されましたね。ゆっくり感想を交えながら順に振り返っていきたいと思います。前回リコとロイ、そしてドットはスピレルからペンダントを奪い返し一段落したんですが、その夜リコはドットから自分がグルミン本人であるとカミングアウトされ、次の日からめちゃくちゃ動揺していました。まああれだけ大好きなグルミンが近くにいて、しかもそれがドットだとしたら誰でも動揺しますよね。一方ロイの手持ちポケモンであるホゲータとカイレンは仲が悪いようで、いつも喧嘩ばかりしており手を焼いていました。一緒にご飯を食べようとしても別々の場所で食べようとして、ロイは結構大変そうでしたね。しかしせっかく仲間なんだから仲良くしてほしいロイは二人を必死に説得していました。そんな時フリードが手持ちポケモンのリザードンとキャプテンピカチュウをバトルさせているのが見え、ロイは近くに行ってみることに。なぜキャプとリザードンがバトルしていいのかフリードに聞くと、運動とストレス解消のため、それに絆が深まるということを知り、それを聞いたロイは自分の2匹にもそれぞれ必要だと考え、またまたキャップに協力してもらい、バトルの特訓を行うことにします。キャップっていつも余裕があって絶対的な強さを持っていますよね。案の定ホゲータもカイデンもうまく技をかわされて全然相手になりませんでしたが、カイデンはスパークという技を覚えており、まだうまくはいかないものの可能性があるような感じでした。そんなこんなで修行していたところ、突然ドットから緊急の連絡が入り、2キロ先に乱気流があるから備えた方がいいとのこと。連絡を受けフリードたちは操縦室に戻り、バトルを見ていたライジングボルテッカーズをそれぞれ持ち場へと戻りました。ロイも戻ろうとしたんですが、戻るのが遅かったため乱気流の中に入ってしまい、カイレンが飛ばされそうになってしまいます。間一髪のところでロイが抱っこし戻ることに。すると風のせいかカイレンの翼が強く光り出し、飛んできた枝を強力なスパークで粉々にしました。ちなみにこの強風で飛ばされないようにロイが帽子をホゲータに預けたんですけど、ここの帽子をかぶったホゲータめちゃくちゃ可愛くなかったですか？あのぬいぐるみ欲しいんですけど。でやっとることで中に入ることができ一安心したんですが、先ほど見たカイレンのスパークがキャップとの練習してる時よりも強いことに関して疑問を感じます。そこでちょうどリコも一緒にいたため一緒に考えるんですが、カイレンが風を受けて電気を起こすということで、乱気流の強い風を受けていたからという結論にたどり着き、バトルの時に強い風を起こす方法をドットに聞きに行くことにします。ドットのところに行くとリコはずっとそわそわして、忙しいからやめた方がいいんじゃと言っていましたね。するとドットが出てきてドットの部屋に入り、3人でカイレンが強い風を起こす方法を考えることにします。体が小さい、飛ぶのが苦手、走るには浮力面で限界があるということでかなり難しかったんですが、ドットが高いところから降りれば一瞬強い風を受けられるかもとひらめき、ロイは早速特訓をすることにしました。そんなこんなで夜になったんですが、ロイは夜になっても特訓を続けており、リコは食事を届けます。リコが食事を届けた際にどんな特訓をしているのと聞きましたが、秘密特訓だからと教えてくれませんでした。陰ではドットが密かに特訓してくれるのをメモってくれてましたね。ドットは最近外に出る機会が増えましたよね。リコとロイのおかげだと思います。今後も第3の主人公として活躍しそうだなと思いました。ちなみにランドおじいちゃんもロイのことを見守ってくれていましたね。いつも通りいい言葉を言っていました。そして翌日満を持してロイはキャップにもう一度バトルを申し込みました。ライジングボルテッカーズのみんなも見守る中、ロイが見せた必殺技はロイ、ホゲータ、カイデンが縦に重なった状態でした。見た目はちょっと不格好でしたが、そっからロイが上にホゲータを投げ飛ばすことで高さを保ち、そっからさらにカイデンが上に飛び高いところからスパークを打つことに成功しました。なんかこのめちゃくちゃ戦法といい、努力を惜しまないところといい、前のシリーズのサトシに似ていますよね。自由奔放で明るいところもサトシに似ていていい性格だなと思います。でバトルに関してはまださすがにキャップには勝てませんでしたが、特訓の成果を十分に出すことができました。またホゲータとカイレンは特訓したことで仲良しになりましたね。一見落着です。この様子を見たリコは仲間が増えるのも楽しいかもとちょっと心の中で思っていました。
で、ロイが歌を歌ったところ、そういえばキャップが空を飛んでいたことを疑問に思い、次回へ続きます。次回はそんな謎のキャップも含むライジングボルテッカーズの話です。タイトルは空飛ぶピカチュウどこまでも高く。あらすじはこちら。キャップが飛んだ？バトル中に空を飛んでるように見えたキャプテンピカチュウ、その秘密を知るためフリードを直撃するリコとロイらが適当にはぐらかされてしまう。オリオや仲間たちの助けもあり、観念して語り出すフリード。それはフリードとキャップの出会い、そしてライジングボルテッカーズの決戦にまつわる秘話だった。ということで、この話はタイトルが事前に出ていなかったんですが、ラストネタバレがあるから出ていなかったんですね。とりあえず総集編じゃなかったのでちょっと安心しましたね。17話でリコとロイが疑問に思った空飛ぶキャプテンピカチュウの謎を知るためにフリードに話を聞き、さらにライジングボルテッカーズの誕生秘話も聞けるようですね。告知映像を見るとフリードの若い頃やキャプテンピカチュウの出会いも語られるようなので、結構重要な話なのではないかと思います。もしかしたら今のところ役割とされていないランドがライジングボルテッカーズにいる理由とかもわかるかもしれませんね。今後の放送が楽しみです。そして本日ポケモン公式 YouTube にて次回の予告とは別のプロモーション映像が公開されましたね。その映像の中では今後登場するカブさんやエクスプローラーズが映っていました。ちなみに今後のタイトルとあらすじに関しては動画を上げていいので、この動画を見た後にでもぜひ見てください。というわけで17の振り返りと来週についての話はこれぐらいですね。今後の気になるポイントとしては、リコが2体目をゲットする予兆、最新映像の傷は何なのか、アメジオの今後の動きが見えてきた件について、キャップのさらなる特別な秘密、主にこの4つかなと思います。今回はリコの2体目の予兆という部分に注目して話していきます。他の3点に関してはまた近いうちに動画にしたいと思います。昨日の17話で気になったところで言うと、やっぱりリコの2体目ゲットの予兆ですね。ロイのホゲータとカイデンを見て、リコが2体目を今後ゲットするという明確な伏線と呼べる描写が今回はありました。そして今後リコはミブリムを手に入れるのではないかという話をこの前こちらの動画でしたんですが、現在判明しているタイトルで9月8日一人ぼっちのミブリムのあらすじを見る限り、心に大きな病のあるミブリムをリコが世話する流れ、そして17話の2体目の伏線を考えると、ほぼ友情ゲットする流れになるのではないかと僕は思います。そして前々から僕が予想しているように、おそらく3体目以降にはカルボンのゲットの可能性も高いと思っています。やっぱり今作のライバル的立ち位置兼敵役であるアメジオのパートナーがソーブレーズであること、さらにフリード、ロイはすでに炎タイプを持っていることを考えると、リコはカルボンをゲットしそうですよね。さらに今後、今回の話もそうですが、近々カブさんに修行をつけてもらう点を考えても、本格的にリコロイに関してはバトル面でも力を入れていく可能性は高いと思います。このままの流れではもちろんエクスプローラーズとの戦いも避けれないでしょうしね。手持ちが揃ってからになるのか、それとも水面下でバトル面も動くか分かりませんが、ここももちろん今後描かれていくのではないかと思います。皆さんはこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで17の感想と今後の考察ポイント、予想される展開についてでした。ちょっとロボクスターチャンネル登録しごうござん、よろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。